今回の動画は親の教育が自分に幼い自分に与える影響ということをテーマでお話を進めていきたいんですけども、翔ちゃんは幼い頃に親への反発心からぐれたっていうところなんですかね。手がつけられなくて、ヤクザの事務所に翔ちゃんを預けたと。はいはい。そのあたりのことを深掘らせてもらってもいいでしょうか。ああ大丈夫です。はいはい。親があれでぐれたっていうわけじゃなくて、多分、小学校の時から真面目ではなかったんですね僕、でもなんかそのぐれようってなる瞬間ってあるじゃないですか多分。きっかけは何だったのかな。きっかけはねやっぱり中学、友達がガラッと変わったんですけど、友達の質がね、小学校の時はやんちゃ坊主だったからいたずら坊主的な友達が多かったんだけど、中学上がってからやっぱり小学校が2つあって、僕と違う側の中学校の方がちょっと悪いやつが多かったんで、そいつらと合同になって一つの中学校だったんで、そっち側の小学校行ってたやつらと僕は仲良くなってしまって、気づいてみたら中学校の時の、8人ぐらいの仲間あって、僕の小学校と一緒のやつ誰一人いないんですね、僕だけなんですよ。だから友達が一瞬ガラッと変わっちゃって、そこでそうですね、中1ぐらいから、当時だからペパーミントとかクリームソーダとかそういう不良、当時僕らヤクザをペパーミントって何ですか。コブラのマークのそういうロックンローラーみたいな、こういう例えばブラックジーンズなら後ろにコブラのマークが書いてあって、それ洋服のなブランドの名前ですか。アパレルです、あとクリームソーダっていうのはドクロのマークで、そういう財布とかそういうファッションヒョウ柄の財布とか、当時、今ヤクザのこと不良って言うけど、当時は不良って僕らみたいなのを不良って呼んでたんで、不良少年っていう意味ですよね。不良少年です、だからそういう不良ファッションみたいなアパレルがあって、リーゼントもみんなして、で、そういった服を、中1、中2ぐらいからこう着るようになって、じゃあそのファッションからの影響っていうところもある。そうですね。250番さんはいつぐらいからこう振り返ってみたら、いつぐらいからこう、普通じゃないなって。僕は幼稚園ですね。幼稚園。幼稚園のその、お遊戯会の時に、もう絶対悪くなろうって思って、ヤンキーっていうか不良になってやろうって思ったのは、お遊戯会の時です。お遊戯会の時こいつらくだらねえなって。こんなくだらねえことやりやがってって。俺はこいつらとは違えんだって思って、悪くなろうって思ったのが、それぐらいの時期ですよね。そうなんですね。悪い狐の役だったらやってもいいですよとか言ってた。その辺ですね。そうなんですね。話戻しますと、ファッションがかっこいいっていう。そうですね。そういうファッションと、学校に与えられた規定の学生服じゃなく、ボンタン履くとか中ラン、短ラン、長ランだとか、やっぱりもうそういう反発心、普通の周りと違う、もう見た目も髪型もっていうね。そこの根本にあるものは何なんですか。その服装にしても、そういう服装をしたいと思う心理があるわけじゃないですか、反発したいと思う心理が、それはどっから来てるものなの。どっからなのか、自分では反発してるっていう気持ちより、なんかそれが俺みたいな、俺らみたいな、そういう感じだったんですよね。だから逆に真面目な格好してるやつの方が異常だと思ってたんじゃないかな。自己主張、アイデンティティ、そうでしょうね。俺は不良であるっていう。そうで、別にそれをこう考えてやってたんじゃなくて、なんかもうそれが本能っていうか、もうそれが生き方みたいな、かっこよく見えますからね。そうですね。パンチパーマとかにしてましたか。パンチはしてないですね。してないです。リーゼントパーマですね、ちょっとまたここで違うんです。僕らの時はパンチパーマなんですけど、僕らは横はパーマかけずに、こう部分パーマかけてリーゼントにして、横は昔言ったポマードで流して、リーゼントでとか、そうですね、剃り込み入れたり。ポマードの時代なんですね。僕らの時もうすでにワックス。ワックス。僕らはポマードでしたね。ボンタンとかは履きましたけど、ちょっとこの渡りがとかはありましたけど。ポマードもそのアパレルで専用のやつが売ってるんで、やっぱ例えばペパーミントならペパーミント、クリームソーダならクリームソーダって売ってて、当時だからそのファッションでも先生に見つかったら、ペパーミントでもクリームソーダって分かったら、ズボンとか取られますからね。取られた時代、学生ズボンも取られますよ。帰ってこないんですか。卒業したら返してくれる場合もあるけど、夜学校忍び込んで盗んじゃうとか。当時は服とか平気で取られますよ。
だから親もそれは何も文句言う時代じゃないんで、うん、携帯預かりますよみたいなそういうノリなんですか。そうですね。で親も先生に殴られたから訴えるだとかそういうことを言う親は誰もいなかったんで、うん、ないですないです。どん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 やってくださいって、あの社会出てからうちのバカ息子が役立つんでどんどん善悪のけじめつけてくださいっていう親が多かったんで、まあ、確かによく殴られたもんな先生にも。グーパンで殴ってきますから。だからまあ学校サボってみんなでキャンプ行くぞなんて言ってね、中学校の頃学校行かずに僕ら不良仲間で川辺でキャンプみたいなやり行ったりしてましたけど。でまあ250番さんはですが普通に今中学とか入ってから学校とかは真面目に行ってたんですか。中学は比較的部活バスケットボールやりたかったんで、はいはい、中学は比較的行きましたけど、はい、小学校の時は僕のいたクラスは悪かったんで、はいはい、1時間目が始まる時に、はい、もう2人しか来てないみたいな状態なんですよ。ああそうなんですね。集団登校拒否。あ、集団登校、ああ、ありえないですね、それは。小学校の時が悪かったかな。なあ、まあ、僕は小学校の時は、まあ、先生にはよく怒られた生徒だったけど、中学上がってからですかね、友達がガラッと変わったんで、そこでやっぱり悪いことするようになったり、そうですね。髪の毛染めたりしましたか。そうですね、まあ、当時だからみんな金ないからオキシドールで染めたりしましたね。ブリーチっていう時代じゃないんで、うん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 、で、まあ、先生になんでお前髪赤いんだったら、いや日に焼けましたとか地毛ですとかなんか適当なこと言ったりね。ポマード塗ってたら先生にあの首つかまれて学校の流しで頭バーって洗わされたことあります。はい、ボッコボコ殴ってきますから本当に。あれ逆効果だと思うんですけどね。僕は僕殴られてすっげえムカついたんですよ中学の時とか、はいはい、あれで構成はしなくないですか。今でも覚えてるけど数学の加藤なんていうのは授業中寝てたら呼ばれてそういう名刺、うん、今でも呼ばれて廊下出ろって言われて顔面蹴られてとかそうなんですよ。陸上の顧問の先生で暴力教師って言われてて、うん、それでもなんかいい方向にはいかない。僕は経験上殴られていい方向にはやっぱりいかなかったので、うん、だからそれ今は体罰とか絶対ダメみたいになってるじゃないですか、はいはい、まあでも どうなのかな。当時はなんか口で言ってわからなければっていう正義もあったと思うんですけど、まあ先生、まあ、僕の持論ですけど先生はまあ 殴る方がいいとかまあいろいろあるけど、親はとにかく子供が何にしても悪いことしたらかばっちゃダメですよね。ああそれはそうか。そうすると社会出てから子供があのこういうことやっても学生時代許されてたからって調子に乗ってしまうんで、僕らの場合はやっぱり怒られてもう親はどんどんやってくださいっつってそうだったから、全然顔が腫れてても親は何も言わなかったですね。そうじゃない、子供います。あ僕いないですよ。我々の時代と今の子供ってそのグレ方でも全然違うと思うんですけど、はい、そういう子たちがいい方向に行くのっていうのはどういうふうにいい方向に なっていくと思いますか。やっぱりもう今の学校の先生じゃ全くダメだと思うんですよね。やっぱりもっとガンガン起こることは起こって、それは善悪のけじめちゃんと学校でつけさせてそれから社会に行くっていう形じゃないと、もう今こう社会出ても仕事もできないのにその言い方は違うでしょうとか訴えますよとか、まあ、僕らの時代だったら言われたくなかったら仕事を覚える、うんうん、今違うんで仕事できないし遅いから注意されるのに、それに対してこう言葉遣いでちょっと悪いとこを荒探して取って暴言ですよとか言ったり、ノーハラですよとか LINE だけでやめますよとか、そう そういう感じですもんね、うん、だからそれはもうやっぱりまあ分かりますけどね、保身に入るのは先生も家族いるから、そんなんで足引っ張られて懲戒免職になったら割に合わないから勉強だけ教えておくって、勉強だけ教えてたってはっきり言って人間関係とかやっぱり忍耐力とかそういった方が社会出てから絶対に役に立つと思うから、まあでもそれを怒って教えるのって結構怒ったとこで変わんのかなっていう、なんかその相手に伝えるときにその相手に目線を落として喋んなきゃいけないわけですよ ね、うん、子供の構成とかそういう話になってきますけど、うん、それもまたちょっと時代が変わっちゃってるから難しいですよね。まあ今の時代ではちょっと僕らの時代の先生みたいなとかダメだけど、まあ、でもとにかく
人の話とかを悩みとか全力で聞いてあげることは大事だと思いますけどね、うんうんうん、生徒の話を一生懸命聞いてあげる先生ではあった方がいいんじゃないですかね、うんうん、その押し付けちゃいけないんですよね、うん、そう自分ら子供の時ってそお前らの大人の考えを押し付けんなよって思ったじゃないですか、はい、それを多分逆に思われちゃうんですよね僕らが非行少年とかにそうでしょうね俺たちの時はとか言ってってもなんかうるせえおっさんがなんか言ってるよみたいになっちゃうわけですよ、はいはい、まあ僕らはもう殴られても殴られてもまだ何回も何回もやるから最終的にはもうねもう中学校2年の後半には他の生徒がやると言われるけど僕らがボンタン履いてても何にも言われなくなってやっぱり言われなくなる自分 を自分で作りましたから殴られようが何しようかってもう先生が諦めてもう注意しなくなっちゃうだからボンタン履こうが何しようがそれは何にも言われないですそれは諦められてよかったって思ったんですかまあその時はあ俺頑張ったねって言われなくなったねって思ってましたね勝ったみたいなそう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 その時はそう思ってましたねそうかそうですだからもう最終的にはボンタン履いてようが言われなかったんで他の生徒がやったりすると言われるし髪上げてたら注意されたりとか言われてるうちが花だったんじゃないんですかだからそれがそのまま刑務所に行く非行につながってたから、まあそうね、先生の言ってたこと合ってたんじゃないですかまあ聞けないですけどね、まあ、若い時はね、聞けないしやっぱりそういう僕らは人生なんだって思ってたから普通の人たちみたいに、まあ、勉強していい大学していい会社就職してとかそれがまあ世の中のあれなんだけど、まあ、僕らは不良だ重力に逆らって僕らがかっこいいんだって、まあ、そういう考えですよねでも不良って職業じゃないですよね職業はないけどやっぱり、まあ、ちょっと話それちゃうけどやっぱり不良やってた方が女の子にモテるんですよねあ、まあ、それはある間違いなくモテるし彼女はねよくできちゃうんでねやっぱりやってるとそういうのもあったし、まあ、そういう生き方にが好きだったのもありますねでも途中で気づきますよね働いて自分で食っていかなきゃいけないんだってことに気づきますよね、まあ、それはありますね、うん、あなんか甘えてたかもしれないみたいなのに気づいた時ってなかったですか、ありますね、まあ、だから結局僕ら仕事せずにずっとそういうことばっかりやってて真面目にやってるやつと久しぶりに会ったらねもうやっぱ差をつけられちゃってる経済的にも金銭的にもそれはすごい感じた、それは感じますねじゃあ悪いことしてもっとこっちはってなりますねたりもしますよね、悪いことしてこいつら真面目にやってるけどこいつらよりももっと金稼いであいつらあいつよりもいい車乗ってやるとかなりますよ ね, それね、もうそうなってしまうんでだからもう止まらないですよね、だから無理はしてないんですよやんちゃすることに対して無理はしたことないですね、まあ、自然体ですね、もうこれが 俺は当たり前って思ってたからじゃあその少年の時にグレて、はい、悪いことし続けて、はい、結果的に刑務所に来ました、はい10年近く勤めました、はいはい、それは特に後悔はしてない、まあ、後悔は時間は後悔してますねやっぱ人生1回しかないから10年間やっぱりこう社会にいないからだから自分の1回しかない人生ね、そういうとこで費やしちゃったわけだからその部分は後悔してますねあ、時間的な、損したな的なそこは後悔してますただあとまあ生き方っていうのはまあ中学校ぐらいからずっとそうで、まあ、暴走族やった時点で自分の生き方が結構固まったから、そこに関しては後悔してないですね、まあもうそういう生き方でやっていくし、まあ、今もちろん悪いことはしてないけどでもやっぱり突っ張ったおじさんだと思うんですよね世間一般で見れば、だからその突っ張りを今僕から取っちゃうとあのもう突っ張ってない今でも突っ張ってないとダメになっちゃうんですよ僕がそうなんですかダメになっちゃう、やっぱりこう突っ張って強さをこう見せてないとだから僕がもう今後生きていけれなくなっちゃううまくちょっと言えないですけど、まあなんとなく分かる気がします、やっぱりちょっとそうじゃないと気を張ってないと、もう本当に何も嫌になってしまうんでそうやってやって自分を振り立たしてるというかこのおっさんを振り立たしてるというかもうそれを取っちゃうと後悔がこうどん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 刑務所入ってもう同級生はもういないもう普通にやって、まあ、たまに見ますよ昨日でもそうですけど子供連れて僕ぐらいの年代のパパと奥さんと子供なんか楽しそうに歩いてるやっぱそういうのを見ると、まあ、正直
ちょっとめげる気持ちが出てくるんですよ。ああそうですか、うん、だから僕はその突っ今でもおっさんでもこうちょっと突っ張った感じを取っ払っちゃうとあまり弱い自分をこう見しちゃうとダメになってしまうんで。あでもそれ分かるな、うん、僕4年5年前ぐらいそんな感じでしたね。やっぱりその、はい、刑務所出てきたばっかの時に、はい、そのなんか失ってるような状態じゃないですか、はい、僕も裁判とか示談金とかでお金すごいいっぱい使っちゃったんで、はいはい、で、まあ、出てきたから集まろうよって言ってくれた人もいたんですよ、はい、した時にやっぱりみんなして、はい、子供の話題とか奥さんの話題とかだったんですよ、はい、俺結構その時に自分の社会的な立場を理解したんですよそこで、はいはい、結構辛かったっすね。うん、そういうのありますよ本当。だけど僕はもうそのねちょうど電車かなんか乗る時だったかな、女の子小さな子供がぴょんぴょん跳ねててパパどこ食べ行きたいどこ食べ行きたいとか言って、そういうのを見るとね、それドラマのワンシーンとかでよくありますよね、あのそういう子供そうそうそう離婚とかして子供に会えない奥さんとかがそうそうこの親子連れ見てなんかちょっと悲しいみたいな、うん、だからそういうの見ると自分が現実に戻っちゃって、まあ俺も真面目にやってればもう結婚したああいう感じなんだろうなって、幸せに贅沢はできなくてもまあ親子3人で普通に暮らしてのほほんと楽しく平穏に行けたんだろうなって、歩いて考える電車乗る前に考えて頭の中にこう入ってきました。その時に僕が考えることっていやいや違うよ違うよって、もうそこで僕は歩きながらタバコ吸って火つけて、路上喫煙ダメじゃないですか、タバコに火つけて、いや俺は違うんだと違うんだってそれで突っ張る、すれちゃってんじゃないですか。いや僕はそれで突っ張るんですよあそうですか、いや俺は違うんだ、これ少年時代だったらそれをペイって投げるじゃないですか、悲しいオチがあってもう僕おっさんじゃないですか、俺は突っ張ってるんだってこうやってやりながら、ガキの頃だったらポイって捨てたのがちゃんと火だけ消してあのタバコを片付けてやっぱりそこは年取ったんですね。あ常識がね、それはいいことなんじゃないですか。そうです、まあ、今からでも真面目に生きて結婚とかっていうのは遅くないんじゃないですか。それが羨ましいっていうか そっちが良しとしてるんだったら今からでも全然いいんじゃないですか、うん、まあ、女性にはそのうるさく言うことは僕はしない、まあ、ふんふんふんしか言わないんですけど、結構もうここまで来ちゃうと自由人だから結構なんていうのかな、もう自分が行きたい時に行きたいどの子とか、なんかもともと一人っ子で A 型っていうのもありますけど、うん、まあ、こだわりが強くなっちゃってますか。そうですね、うん、だからそういう感じですよね。相沢萌さんと付き合えばいいじゃないですか。なあ萌さんは、まあ、僕結構ねいろんな女性と付き合って、萌さんは多分うるさく言わない人だと僕思うんですよ、うん、だけどただ萌さんはだけど言われたくないですよ、何時に帰ってくる来て なんで遅いのとか、この間一緒にね会った時に言ってたけど、そういうの嫌がる。でもちょっと萌さんもってそういう天然のとこあるから、だけどそれが何日か何年か一緒に住むとだんだんそこをこう人間で注意するようになるから、どこ行ってたんだよって、いや私が何時帰ってくるとか関係ないじゃんって、別にそういうことは言わないでとか、そういう風になるとやっぱり僕も年取って悪循環になってるのがもうその先を考えちゃって、うん、だからやろうとしないんですよ、うん、うん、そのだるいことが起きることを予想しちゃうんで、そう、それ考えちゃうから、もうなんかいちいちなんか言うのもめんどくさいし、うん、まあ別にじゃあ女性とコミュニケーション取りたければ別にこっちからアクションをして今日だけ女性と遊べばいいじゃんとか、うん、そしたらそういう喧嘩とかもないですよね。もう最近そういうこと考えるようになっちゃって。なるほど。でなんかあんまり好きなもんも買えなくなっちゃうじゃないですか、うん、これ買ったらお金がどの子のとか、なんかそういうのはあんまり言われたくないから、その時の瞬間欲しいものって買った方がいいと思います。お金なんていうのは働けば誰でももらえますよ。まあまあそう、もらえます、誰でももらえます、うん、だけどその時の瞬間巡り合わせっていうのは逃しちゃいけないと思うし、贅沢の方がいいってことですか。家族を守るとかよりは贅沢の方がいい、うん、贅沢っていうか欲しいものは欲しい。そうですね。でまあやっぱり今この年でもなんかもう本当なんか巡らせですごい大金入ってこないかなっていう気持ちは持ってますね。ああそうですか。でやっぱりなんかもうとんでもない車とかとんでもないとこ住んでみたいとか、そういう野望は持ってます、うん、もうでやっぱり、うん、あすごいねってこう言われたい、生活はしたいなって、多分無理だと、まあ、今が限界だと思いますけど、まあ、夢ですね、まあ、そういったことをしたいなって、うんうん、俺はあんまないなそれは。その、うん、お金はもちろんあるに越したことはないし、はい、まあ、稼げた方がいいとは思うんだけど、はい、そうなりたいとは思う反面、なんか他人からどう思われてもいいとかになってるんで、はい、あんまりその豪華な暮らしがしたいみたいな、はい、その
虚栄心的なものはなくなってますね僕は。なんていうのかな、まあ、すごく思われたいみたいなのがある、まだある。うん、まあ、すごいっていうか、こう、まあ、ちょっとこうかっこつけたい、うん、心に余裕がある人をこう見たことあるんですね。喋、うんうん、ったこともあるし、うん、やっぱりお金持ってる人って声も小さいし、あのなんていうのかな、心に余裕があるからあまり怒ることしないんですよ。お金持ち喧嘩せずって言いますからね。そう、うん、ああいう人みたいに、あ、そうなんですね、250番さんよろしいですよ、うん、っていう風に なりたい。あ、まあまあまあ僕もぶち切れ回してますからそれは理想的 な、ね、な感じですよね。そう、やっぱ心に余裕持ってれば人にも優しくすごくできると思うし、それはあるかもしれない、うん、やっぱりすぐ、まあ、僕でもそうだけどイライラして怒ったりとかってやっぱり余裕がないんですよね多分、うん、おそらくね、どこかで、うん、と思うんですよね。あ、なんかこう自分がこう、あ、今日あれ食べたい、今日これしたいっていうのはためらいもなくできるぐらいの最低限、なんかそれぐらいの経済力とかね、まあ経済力は大事です、ね、うん、まあ、仕事でも経済力で、まあ、まあ何でもお金でもね、そこそこ周りが認めてる人のこういう発言ってすごく説得力、ね、まあ同じことでも誰が言うかですからね、そう、言葉っていうのは そこですよね、にゃんごじまさん、うん、本当にそこに行くためにはやっぱり地道に努力するしかないんですよね。そうですよね、まあ、今が限界だとはもう思うんですけど、限界だと思わなくていいんじゃないですか。うん、まあでもよくここまでっていうか、まあ普通にね困らずやってくれるまで、まあ刑務所出てからまあなんとか立て直せれたな。結構大変ですよね、立て直すの。いや大変ですね。まあ俺は借金もまだあるからまだまだなんで、まあ教育からかなり話がずれてます。ああ教育からね、うん、うん、教育からね。もう暗くなっちゃってるし画面が、はい、じゃあそろそろ、はい、じゃあ締めてもらって。あ、了解です、了解です。締めて、はい、なんか一言。世のね若い方も社会にね出るから勉強ももちろん大事ですけど、やっぱり人間関係、これがやっぱりどこに行っても逃げることはできないんで、人間関係はついてくるから、うん、ね、そこのやっぱりスキルとか自分のこういろんな引き出しとかそういうのを、ね、いろいろ持てば、ね、自分の盾になるから、人生うまくいく、ね、あれになると思いますね。まあ、どこまで行っても人なんですよね。塀の中にいたって人なんですよ。絶対そう、そこからは逃げられないから、うん、だからやっぱりそこでその駆け引きじゃないけど、ね、あ、この人こういう性格だったら俺こうにするという、まあ、そういうことができる自分をね作れればお金も稼ぐことできると思うし、うん、捕まった時の取り調べを受けてる刑事も人、はい、そうです。刑務所入ってそ うです。うるさく言ってくれる刑務官も人、 そこで気持ちがあれすれば温情とかもなりますしね。だから、まあ、どこまで行っても人かなと思います、うん、警察官もさ、やっぱり、あ、こいつでもなんか俺結構好きなタイプだなってね、そうするとある程度大和にこう長所を打ってくれたりとか、うん、やっぱりそういうの絶対にあるんで、なります、うん、だからやっぱり得する自分をこうやっぱり社会出るまでにこうね、いろんな経験でこう作り上げていけば、でたくさんお金稼げることにも使えるし、捕まるしね、うん、信用ができる人間であれば融資だっていっぱいしてもらえると思うし、とにかくやっぱり人間関係が一番大事じゃないですかね。まあもちろん勉強もね大事だと思いますけど、と突っ張ってる翔ちゃんが言っております、はい、まあ僕が言ってもちょっと説得力ないと思いますが、まあおじさんはそう思います。じゃあちょっと暗くなっちゃいましたし長くなってしまったんでこの辺で終わりにします。すいません、画面が暗くて申し訳ないです。じゃあ、翔ちゃんチャンネル貼っておきますんでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。